1998年3月インプレッサ WRX クーペの STI バージョン4をベースにしたスペシャルモデルがマーケットに送り出された 22BSTI バージョンと呼ばれるこのモデルは名前からも分かるように2 2リッターのフラット4ターボを搭載。280馬力 というスペックが与えられたこのモデルの魅力はなんといってもそのスタイリングだ 22BSTI のクーペボディには WR カーそっくりといえるブリスターフェンダーが備わりまさにそのルックスは完璧な WR カーだったのである。このモデルは 400台の受注限定生産者で500万円という破格のプライスがつけられていたが数日のうちに完売しファン憧れの一台となった。この 22BSTI と並行して通常の WRX シリーズも改良を受け98年9月には STI バージョンが5となる。 この5ではエクステリアに新デザインのエアロパーツが与えられたほかスポーツ ABS を新採用するなど細かな変更改良が行われたものの280馬力 36.0kgm というスペックに変わりはなかったこの事実は現行シーにおける進化が そろそろ限界に達しているることを物語るものだったそして99年9月には GC 型最後の STI であるバージョン6が登場するエクステリアではフロントアンダースポイラーの採用をはじめ翼断面形状を変更したリアスポイラーが与えられたほか16インチのアルミホイールも新デザインとなった。 競技仕様の RA には砲弾型ドアミラーも設定クーペは軽量化のためリアクォーターガラスが薄い高されたこのバージョン6を最後にインプレッサは2代目のモデルである GD 型にバトンを渡すことになるこの間ランエボは一度フルモデルチェンジを果たしたがインプレッサは 実に約8年もの間基本ボディを変えずに進化し続けてきたのである。